テレビ東京系列のドラマ、港商事、コインランドリーにが、草川拓実を主演に迎えた話し大作として、ついに最終話を迎えます。このドラマは、無料 B 漫画サイト、ジーンピクシブで連載中の漫画家、缶詰沢氏が原作を、つとむめ、椿ゆず氏が原作教授からをした、港商事コインランドリーを実写化したものです。BL、ボーイズラブジャンルの漫画をもとに、古びたコインランドリー、港商事の管理人で、アラサー男子の港、通称、港、草川拓実と、イケメン男子高校生の勝木慎太郎、通称、新、西垣拓実の恋愛かたぎ様を描いています。シーズン2では、二人のまっすぐでピュアなやりとりは、そのままに、大人の恋に踏み込む展開が繰り広げられてきました。そして、ついに最終話が放送されることとなり、ファンたちはその結末に胸を躍らせています。最終話では、港が風邪をひいてしまい、シンが彼を訪ねてきます。心配になったシンは、港の看病をするも、どこか緊張感が脅います。そして、帰り際、シンから港に何かを差し出され、港は、知らず本音をぶつけてしまい、二人は、口論に発展して、しまいます。数日後、シンは港に謝罪するためにコインランドリーを放れますが、港の姿は見当たりません。その時、雑誌の中に挟まれた港の手紙を発見します。手紙には何が書かれているのでしょうか。視聴者たちは、シンが港との関係を取り戻すことができるのか、そして、港が涙を流す理由が何なのかについて疑問を抱えており、最終話の放送を待てち望んでいます。果たして2人の運命の行く先はどうなるのでしょうか。ファンたちはその結末を心待ちにしています。